はい、どうもこんにちは。今回はですね、ちょっと遊戯王とバトスピからちょっと話をそらして、ちょっとお話ししたいことがあります。はい、こちら、何かわかりますか？そうです、これ。iPhone とか iPod とかの充電に使う、あれですね。コネクタっていうんですか？コンセントさせるです。こちら、僕、この間 iPod Touch 買って、iPod Touch がついてないんですね、こちら。で、それで僕もう一個欲しいなと思って、まあ、ネットで調べてたら、これ結構するんですね、値段が。んで、近くのスーパー行ったら、こんなのがするんですよ。こんなの、可愛らしいやつ。で、まあこれ、まあ値段は500円ぐらいで、まあ、見ての通り iPod、iPhone 用って書いてあって、普通に使えるんですね。iPhone と iPod Touch、どっちでも。で、こっちが確か、まあ、1000円以上して、まあ、こっちが Apple が作って、まあ、こっちは Apple じゃないんですね。見ての通り。こちら。で、まあ、Apple さんが作った方が、まあ、絶対完全だと思うんですが、まあ、僕は安くて使える方がいいと思うんで、iPod Touch を買った皆さん、Apple の方を買っていただくと結構値段がしちゃうんで、まあ、こちら、イオンとか、イトーヨーカドーで普通に売ってます。まあ、500円くらいでした。はい、次に、実際僕が2つ使ってみて思ったことを話します。まず1つ。こちら、Apple 純粋のではない方は、このコンセントが、あれですね、可動式になっているということです。まあ、これがあることによって、まあ、持ち運びがちょっと、まあ、便利ですね。コンパクトになってるんで。はい、次に思ったことは、重さですね。まあ、2つ持ってみて、断然アップルさんが作った方が軽いです。まあ、重さ軽さはそんなに関係ないとは思うんですが、まあ、僕が使ってみて思ったことでした。はい、あと1つ言い忘れてたんですが、まあ、男性の人から見ればこれちょっとダサいですよね。で、まあ、種類はたくさんありましたよ。まあ、無地のものありましたし、普通のアップル純正のにちょっと似てて、まあ柄がないのも普通にありました。はい、以上、Apple が作った充電器と他社が作った充電器を比較してみたでした。